豊川高等学校は、愛知県豊川市、末広通り一丁目にある私立高等学校。通称は、川高。総統囚人員である豊川稲荷を母体とした、旧正中学校相当の僧侶の親間、中等教育機関として創立された。一般指定にも開放されており、東三河には、旧正中学校が県立の三校と私学の同校しか存在しなかったため、 男子の中等教育機関として地域社会に貢献した。学生改革直後は、不設の豊川中学校を持っていたが、中学卒業後の県立校への流出が目立ったため、廃止した。1970年代に教育困難校として新聞に取り上げられたこともあった。1980年代後半に、 長野県の篠ノ井朝日高校再建で名を馳せた若林茂田を校長に迎え大規模な改革が行われた。退任後も特進コース新設等で探願者の増加が見られた。スポーツ選抜クラスも設置されており総合グランドではサッカー、ラグビー等の公式戦が行われることもある。かつては寺院指定向けに豊川稲荷専門騒動で修行しながら 定時制課程に通学するコースが設置されていた。また、商業化や通信性課程も存在した。宗教的精神に基づいて、高潔な人格と強い信念を有する良識豊かな社会人を育成するとなっている。和敬、親愛、利他、法恩となっている。遠隔説の主要な出典は公式サイト生徒自ら、選択可能な柔軟なカリキュラムによる学力の 工場と個性的な行事、文武両道を目標とする部活動が主な特色である。学校の母体が豊川稲荷ということもあり、宗教の授業が週1回卒業するまでどのコースでも取り入れられている。学校の敷地内に宗教の授業で使用する専用の座禅堂がある。寒いは禅受発願文という教えを生徒全員が暗記し、生徒全員が書ける。 唱えられる状態になる。ボルドー、ボルドーをテーマカラーとしている。ブレザーを着用する。豊川高校のスクールカラーボルドーをキーカラーに伝統を表すミックスグレー、実りを表すベージュ、連帯を表すホワイトを配色したオリジナルのロックケレン射精タータンチェックを用いている。オールナイトウォーク。 愛知県民の森から同行までの42.8キロを夜通しで踏破する豊川学園フェスティバル学園祭。芸能人や地元有名人などのゲストが呼ばれる野外ステージなどが催される。課外活動の一環として厚み半島で採取された砂鉄からたたら吹きで鉄を作る活動もしている。生徒会は地域との連携を重視しており、 地域の行事への参加やボランティア活動、私学女性運動への参加も行っている。推薦入試では面接、作文や学力試験などが課される。一般入試では5教科の学力試験が実施される。豊橋市を中心に東三河全域からの入学者が多い。公式野球部、水泳部、男子ソフトボール部、駅伝部、 ダンス部等の部活が全国大会出場等の成績を残している。公式野球部は1946年に創部し、プロ野球選手を何人も輩出した実績がある。2003年2004年ともに、夏の選手権愛知大会で2年連続、準優勝した。2013年、第66回周期東海地区、高校野球大会にて準優勝し、2014年、 第86回選抜高等学校野球大会で甲子園に初出場。ベスト4に進出した。なお前年の2013年第85回記念選抜高等学校野球大会では21世紀枠の最終候補に選ばれていた。水泳部は男子が2012年総体で初めて全国制覇を成し遂げる。さらに2013年2014年総体では 男子が3連覇を達成。女子水泳部も2013年総体では男子水泳部に続き総部発の全国制覇を遂げた。女子水泳部は2014年総体も優勝しに連覇を達成。2013年総体に続き2014年総体も男女アベック優勝を果たした。男子ソフトボール部は複数回全国大会出場の実績がある。 最高成績は2006年総体全国3位。女子駅伝部は2007年の全国高等学校駅伝競争大会で、総部2年目にして上位入賞を果たし、2008年2009年2011年2013年には優勝している。2013年大会では、歴代2位の高タイムで、史上最多の4度目となる優勝を果たした。男子駅伝部は2012年に、 県予選で、豊川工業の十五連覇を阻んで、初出場。九百六十二年の福岡大、大堀以来五十年ぶり史上六校目となる、初出場初優勝を遂げた。駅伝部は、男女十人の選手を二千十二年三月に、仙台育英学園高等学校から受け入れていたが、二千十二年の、男女優勝メンバー中、男子は七区間中四人、女子は七区間中一人が、 転入者であった。ダンス部は春の日本高校ダンス部選手権12本大会において2016年準優勝を受賞している。女子バレーボール部は第73回春の高校バレー愛知大会で準優勝した。アネックス胸の新設、総合グラウンド、野球場の全面改装等の創立80周年、記念事業での施設改装が行われた。 ありがとうございます。